Okay, hello, hello! I bumped up the volume from last time since I noticed it was a little quiet, but welcome to day two! If this particular path... Wait, hold up a sec. If this particular path doesn't lead to any specific ending, that's okay. We'll just go from here. But let's do it! アルハイゼンはいないな。さあ、適当に座っててくれ。僕は箱を持ってくるから。Oh, also, for any dialogue that we've already seen, I'm just gonna skip through it so it doesn't take up all the time. Then maybe we should just put it aside for now. そうだな。ノートから母さんのメモでも見つかればと思ったけど、よくよく考えてみれば、必ずしもそれが僕に必要なアドバイスだとは限らないもんな。運命は人それぞれだ。君は経験豊富な旅人だから、アドバイスが現状に合わない感覚はよくわかるだろ。それより、新しいアイデアが浮かんできたぞ。創作していた頃の感覚を取り戻すために、このノートに時間を費やすよりも、僕の人生を変えてくれた場所へ散歩に出かけたい。うん、that seems like a nice idea. どうだ？うん、sounds good to me. そう思ってくれて嬉しいよ。じゃあまずは教練員に寄ってみよう。Oh, you just left me in the house though. 教練員で一番印象に残っているのはここだ。昔学業がしんどかった時はよくここに設計図を持ってきて徹夜したな。You sound like you almost miss it. 教練院で学んだ日々を懐かしく思わない人なんていないさ。当時は今ほど多くの悩み事を抱えていたわけでもなかった。I mean, I kind of relate to that, you know. I don't miss the bunches of homework that I had in school, but I suppose being able to have people to talk to every time...That I went, or you know, just in general, seeing people as shy as I am, seeing people was pretty good of an experience for me. この知恵の伝道で、僕は心の中の美にそぐうデザインをたくさん創作した。思う存分、予算のことも考えず、どうせ実際に作るわけでもないからな。That's also true.Well, I suppose if you're in like college or university, then you would kind of have to care about it. Because this is more like a college than like a public school of sorts. Oh, I skipped it on accident. I didn't see what it said. Oh well, I'll see it in post. それに教練員では学者は本にメモをすることが許されている。だからここの本棚には、聡明な人々の確かな知恵がたくさん蓄積されているんだ。I think there was something like that in Layla's hangout, wasn't there? Like the fact that, actually, I probably shouldn't say that for the people that haven't played Layla's hangout and are watching this. Isn't this the place where you argued with all Hathan? 例えばこのスメール古代建築史っていう本だけど、これには僕の残した分析があるぞ。ん？どうしてここにアルハイゼンの地が？あいつこんな本も読んでいたのか？あ、思い出した。共同研究の時だったか。そういえばあいつからは聞いていないよな。僕たちは当初ここで知り合ったんだ。あの時宿題をしに知恵の殿堂に来てみたら、あいつが一人あそこの本棚の隣に座っていた。周りで知論派の学者たちが議論していたけど、あいつは参加する気もないみたいで随分目立っていたな。
これは僕の思い込みだったんだが、あいつが何かトラブルにあったのかと思って親切で声をかけたんだ。それがまさかトラブルにまみれていたのが自分の方だったとは。どこだろ。アルハイゼン、なんで君がここに。ここは公共の場所だ。誰が現れてもおかしくはない。I mean, that's true, but we were just talking about you, so it was a little bit of a scare. 君は資料室にいるべきだろ。まさかとは思うが、僕を笑いに来たわけじゃないよな。君は挫折し落ち込んでいる自分自身に何か笑える要素があると思うか。それならすでに何年も見せてもらっているが、ここにはいくつか書類を取りに来た。君の声がヘッドホンを貫通するほど騒々しくなければ、俺は君たちに気づくことはなかったよ。So you were basically saying he was too loud. We weren't even really being loud at all. Not until you showed up. We weren't yelling or anything, but maybe, I don't know, this is a library, so maybe most people don't talk or just whisper in here. 確かに興奮していたことは認める。Oh, we were talking about now. Well, want to continue the story? 本人の前だ、やめとこう。先輩として後輩の顔を立ててやらないとな。別に隠すほどの話でもない。学生時代、カーベとは共同で研究をしたことがある。それ自体は悪くないものだった。だが互いの性格の問題で、課題を終える前に道を分かつことになったんだ。意見の相違は確かに存在したし、それは今でも続いている。だが今日そのことを詳しく話す必要はない。それより君たちは知恵の伝道に何をしに来たんだ。カーベ is feeling a little 先輩として教練員の構造を友達に詳しく説明してやるのはごく普通のことだろう。なるほど。それじゃ次の場所はラザンガーデンの料亭だな。違うか。我らが大建築士様はその隅の方を人に見学させるのが大層お好きだ。ところでカーベ、君がメモを書き込んだ本だが、大半はあの本棚の一番奥に移されたようだ。必要なら勝手に取っていくといい。ん？なんだってそんなこと知ってるんだ。そうか、ようやく先輩を敬う決心がついたんだな。それが君の自信になるならそう思ってくれていい。感謝の言葉は先代のグランドキュレーターに取っておくんだな。この前誰かさんが本に長々と文章を書き込んでいることについて彼が苦言を呈したんだ。その後借り手からも読みにくいとクレームがあったらしい。だから君が注釈を入れた本は誰の目にもつかない棚に移動させられたんだ。はあ？僕が残したのはどれも極めて有用な注釈ばかりだ。その後輩たちはクレームを入れる前にもっと僕に感謝すべきだろう。あんな完璧なメモ願ったって手に入らないんだぞ。許せない。君たちここで待ってろ。何としてでも本を探し出して元の棚に戻してやる。待ってろか。Waiting is about all we can do。 さっきの話ではカーベが不機嫌だということだったな。He was put through the ringer recently by a particularly difficult client. 嫌がらせ。随分と主観的だ。さてはあいつの言い分だな。It doesn't seem far from the truth, though. 客観的に言わせてもらえば、それは事実だ。あいつは依頼人の要望に応えようといつも頭を悩ませるが、それは根本的な解決にはならない。時には態度こそが問題を根絶する最も有効な方法なんだ。妙論派が誇る天才としてあいつには実力がある。故に断るというやり方も学んでおくべきだ。スメールにはあいつほど優秀ではなくもっと短気な建築デザイナーが大勢いる。彼らの頑固さを守備貫徹と称してありがたがる人間もいるんだ。So the problem is with Kave? もうはっきりしていると思うが、自分より他人の気持ちを優先させればおのずとこういう結果になるということだ。もちろん性格というのは人それぞれだ。
俺は彼らの運命を尊重する、うん、助言したところで人は依然として落ち慣れた穴に足を踏み入れるんだ。特に自分がより多くの責任を負っていると信じてやまない人間はな。I'm actually surprised. I don't know all Hatham's character too well, but I feel like this is the most empathetic he's been towards Kaveh in the time that I've known him. Scoshi inakunatta aida ni zuibun moriagatte iru janai ka. Boku no koto ka? Dou kana?それ以外の何だってんだ？君が今日読んだ書類のことで議論してるわけがないだろう。それよりこれを見ろ。82ページだ。後輩たちからのコメントだぞ。親愛なるカーベ先輩、たくさんの注釈を残してくださりありがとうございます。大変役立ちました。見たか、これこそ後輩としてあるべき態度だ。この程度で満足なのか？君の幸せというのは随分つつましいんだな。僕の幸せだと？これはあの引退したじいさんへの当てつけだ。あの人は建築の精髄というものを全く理解していない。時間を見つけてこの本たちを元の場所に戻すようじいさんを説得しないと。自分で戻してきたらどうだ。どうせ当時から君は彼の叱責の対象だったんだ。学生時代、彼は君を何と呼んでいた？妙論派のやんちゃ坊主だったか？ Oh, wait, what? いろいろな本に落書きをしていたからだ。あ、おい、そんなことわざわざ教えなくていいだろ。僕はまだここにいるんだぞ。あ、そうだ。あそこの本から古い図面を見つけたんだった。見ろ、見覚えがあると思わないか？I mean, I can't see the sketch myself, but I'm just gonna say an arch bridge? なんだ、君もわからないのか？うん？わざわざ俺に聞く必要はない。自慢したくてうずうずしているんだろ。思う存分ひきらかすといい。君ってやつは…いいさ、自分で説明するよ。この図は…少し抽象的かもしれないが、道の作りでわかるだろ。これはオルモス港を拡張しようとした時の最初期の計画図だ。デザイナーがいかにこのプロジェクトを気に入っていたかがわかるな。アルカサル・ザライ・パレスに次いで多くのことに言及されている。いいものなんだからもっとアピールして当然だろう。そうしないとそれが僕の作品だって誰もわかってくれないんだから。オルモス港に関して特に悪い評判はなかったはずだ。当時は事前準備も整っていて、工事は順調、安全面の懸念だって少なかった。確かにこのプロジェクトに関してネガティブな内容は資料になかった。悪くない成果だったんだろう。ほら言っただろ。さあ今度はオルモス港に行くぞ。当時僕が手掛けたデザインを紹介してあげよう。Are you going to come too, Alhatham? 結構だ。もうすぐ定時なんでな。やり残した仕事を家に持ち帰るつもりはない。干渉することを理解できない奴は来なくていいさ。さあ行こう。案内してやる。オルモス港か。Did you design one of the buildings here? 具体的な建物があるわけじゃない。僕がここで主に担当していたのは修繕作業なんだ。僕が子供の頃にはすでにオルモス港は存在していた。でも当時は今ほど大きくなくて、一度拡張を経てこうなったんだ。で、その拡張に僕が参加した。見てくれ、ここのアーチ構造は僕が当時設計したものだ。How did you come up with the idea for it? その時の僕の考えとしては、近くの木の向きに配慮してオルモス港全体を上下に二分し、空間の利用率を上げるべきだっていうことだった。工事の途中でいろいろとトラブルに見舞われたが、
なんとか最初の構想通りに完成させた。アーチ橋の上に立てば行き交う商船を眺めることができる。それに道行く人はたとえ遥か遠い場所にいてもオルモス港が見える。当時の僕はまだ駆け出しだった。自分の構造が地上に何十年何百年と残るなんて信じられなかった。創作の基礎、それに最終的な良し悪しを決めるデザインのポイント、そうしたものをこんなにはっきりと捉えることができたのはこの時が初めてだ。建築っていうのはそういうものなんだ。人に見られ触れられ、その良し悪しは続く無数の世代によって最終的に判断される。I'm sure the residents of Port Ormus really enjoy it. そうか、それならいいんだが、たとえこの場所がそうだとしても、少し心残りはあるんだ。当時は予算が限られていたから、より良い木材を使うことができなかった。実用性に重点を置いたプランを選ばざるを得ず、当然ながら外観はいくらか譲歩しなければいけなかった。ほとんどの建築は往々にして悔しさを伴って完成する。アルカサルザライパレスも例外じゃない。設計案を作った僕たちだけがそれを一番よく知っている。 But having no regrets would also mean you had no higher hopes for the future. そうだな。次に期待して全ての悔しさは未来で埋め合わせができると信じよう。That's a really good mindset to have, though, and something I should take into consideration as well. そろそろ行こうか。最後に寄ってみたい場所がある。でも、ちょっと遠くて砂漠にあるんだ。Oh, I wouldn't mind. まだ興味はあるか？よかった。僕のここ数年のプロジェクトは、ほとんどが砂漠関係のものなんだ。その理由の一つは、そこに僕がよく行く。とっておきの場所があるからだ。せっかくだから君も一緒に行こう。この先君がご機嫌斜めになる時があれば、そこで気分転換ができるかもしれないぞ。I wonder if it's the oasis or that one area. Oh, no, it's here.久しぶりに砂漠に来たが、これだけたくさんのプライマル構造体がここに集まっているなんて、奴らに目をつけられたらろくに会話もできなくなってしまう。コンバットタイム？とりあえず片付けておこう。おー、ウェイト、あー、補助力を。Well, actually, I should have used the skill first. Here, let me. There you go. I know I didn't end up using Kave, but it's okay. Koko, well, good night, though. Ah, Tamani Nayami got it out of the key. It's huge. Hima o Mitsketa, Koko Nikite, Kibun Tenkan Surunda. Steno Tori. Dares Mojin say Nioite.多少物事がうまくいかないのはつきものだ。うん、例えば僕なら、幼い頃に家族が不幸に見舞われ、学校に通っていた時は学業に苦しめられ、卒業後はアルカサルザライパレスを建てるために大金を借りた。アルハイゼンは僕が過去から抜け出せないのは性格のせいだと思ってる。だけど僕は人生とは往々にしてこういうものだと思うんだ。それに僕にもいいことがあった。違うか？僕は母さんの通った道を歩んでいると言っていいだろう。そこそこ有名な建築デザイナーになって、代表作もできて、完成させたいと思うデザインもたくさん見つかった。 You also haven't completely lost your passion for life. 情熱に欠けた人はあまりにも退屈な人生を送っている。人生を信じる人だけが人生の些細な出来事を捉えることができるんだ。そしてそれはやがてインスピレーションとなって
デザインに還元される。もちろん愛するということは何かを気にかけることであり、ある程度は苦痛を伴うものだと認めざるを得ない、うん、僕は仕事を愛しているからこそそれに苦痛を感じてしまうんだ。ほらここは素敵だろ。風車に侵食され年月が変化してもかつての輝きと美しさを見ることができる。地形が違えば建築様式も異なる。砂漠地帯は歴史の影響で資料も普通より少ないから、僕はよく砂漠に来て現地調査をしているんだ。初めてここに着いた時僕の心は強く震えたよ。いつか僕も誰かの心を揺さぶるような建築を生み出すんだと自分に言い聞かせた。この苦しみはいつか僕の儚い人生と共に消え去る。だけど僕の生み出した建築は違う。それらは多くのものよりはるかに高価で簡単には消えない。もし誰かがそれらを理解できたら、それは僕を理解したのと同じことなんだ。もし君が僕に聞いてきたら、僕はこう答える。それこそが芸術だってね。 No, that's more like the cave that I know. そうか、ずっとこんな感じだったと思うけど、この問いをまだ覚えているか。芸術は神様から授かるインスピレーションなのか、それとも僕自身が生み出す知恵の光なのか。これについてはまだ答えが出ていない。芸術はもともと矛盾していて謎めいているからこそ人々に憧憬の念を抱かせるんだ。芸術を追求する者はおのずとそれがもたらす苦痛から逃れられない。ある時は雲の上、ある時は泥沼の底。これを定義する方法ができたらまた整理してみよう。何はともあれ話を聞いてくれてありがとうな。My pain will one day fade into nothing just as I reach the end of my life, but my buildings will endure. That's really nice though. It's a really nice message, and that kind of explains why he loves architecture so much. But yeah, that honestly, if the endings continue to be as emotional throughout all of them, I feel like this might become one of my favorite hangouts that I've ever done. Even though this is the first one that I'm putting up on the channel, this, so far, this has been really enjoyable. And it actually took half the time that the other one did, mostly because, well, we didn't start from the beginning. So, day three will be at some other point. I know I'm going to be a little busy, so maybe Tuesday or Wednesday I'll have it up. Until then, bye bye.